YouTube に上がる。でこっちのツイキャス、今ツイキャスの映像がこっち。声入らない。入ってます。もう入ってます。そうなんですね。はい、入ってます。はい、もうこう素の私たちの撮ってる感じです。いつも何もね、言えないですね。言えないですね。言わないと言わないと。でこれをヘッドホンして、はい、10秒前です。10秒で本番になります。5秒前。シノのやりたいことを楽しくやっている笑顔の素敵な人たち。時刻は午後2時を回りました。シノのやりたいことを楽しくやっている笑顔の素敵な人たちの時間です。毎週水曜日この時間帯を担当するシノです。どうぞよろしくお願いいたします。この番組ではやりたいことを楽しくやっている笑顔の素敵な人たちを紹介していきます。この番組を通して皆さん一人一人がやりたいことを見つけて、あるいは思い出して始めていく、そんなきっかけ作りを応援する番組になれたらと思います。どうぞ本日も最後までお付き合いください。それではここで一曲お届けします。アンジェラ・アキで手紙。春の感じがね、いいですよね。この曲を選んだ理由は何ですか？選んだ理由ですか、ですね、実は私、娘が無事高校合格したので。ちょっと待って、高校生の娘さんでいいですか？なので、ちょうど15歳で、今度16になりますかね。で、はい、すごい。それで、ね、そうなんですよ。やっぱりなんか悩んだ時とか辛い時があっても、やっぱ自分を信じて、自分の声を信じてっていうのとか、やっぱり歌詞もすごく良かったので。それを娘さんに聞かせたってことですか？まだ聞いてないと思います。聞いてないですかね。私がよく多分聞いてるので、聞いてるのかもしれないんですけれども。なるほど、やっぱり大人になっても、そうですね、なんか高校生だから15歳だからじゃなくても、やっぱ自分なんかも勇気づけられるなって、大人でもあるなって。ありますね、はい、それで選んだ曲なんですね。そうなんですよ。はい、じゃあ映像のご覧の皆さん、こんにちは、先に、ご紹介したいと思います。本日のゲストは那覇市、具志の方で素肌、あ、ごめんなさい、素肌が美しい。ありがとうございます。素肌が美しい、素肌美容のアドバイザーをされている、糸数陽子さんにお越しいただきました。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、まあ、ラジオに出たいなと思ったきっかけは？きっかけですか、知り合いの方が泉さんっていう、はい、眉の、はいはい、あの幸せ美人眉のメイクレッスンをされてる方で、すごく最近活躍されてる方なんですけれども、その方からの紹介で、私も初めてで緊張したんだけどっていうのを言われてて、それでなんか出てみないっていうのがあって、と思いながらもやってみますっていうのを。そこでお話の流れで、やっぱりやったことないことだったので、ちょっとやってみようかなっていうのでした。もともとチャレンジャーですよね、多分ね。そうなんですかね。チャレンジしないと、なんか。そうですね、結構それでくねくねしてますね。いや、私もそういうとこからあります。ありますね、もうなんか、そうですね。でも後悔はないように。素敵ですね。後悔はないようにですよ、皆さん。はい、はい、あ、それがきっかけだったんですね。そうですね。泉さんが、そう、泉さんも前回のゲストで、
来られていますので、ただね、泉さんの場合は顔出し NG だったので、そうなんですよね、過去の番組では顔が出てない方が泉さんなので、はい、それを私の、番組タイトルを YouTube で入力して検索して見ていただければと思います。すごい美人なんですよね。そうなんです、はい、なんで顔出しじゃないんだろう。なんかその時はなんかね、事情があって、そうなんですね、綺麗だから出てほしかったんです。知念里奈さんに似てる感じの似て、あ、似てますか、似てるか、あ、分かった、あの時は私の感覚で似てるなと思ったんですけど、はい、はい、そんな感じです。ありがとうございます。そしてあの泉さんは今ね、お子さんが高校生、高校生が一番上ですか、ね、泉さんは、あ、泉さん、ごめんなさい、ごめんなさい、陽子です、すいません、陽子さん、すいません、はい、太陽の陽子です、はい、太陽の陽子です覚えやすい、はい、太陽の陽子さん、はい、お子さんが高校生が一番上ですか。そうですね、長女が、長女が一番上で、次女が中学校2年生になりました。へえ、そしてで、小学校3年生の長男がいます。3時のままですよ、皆さん、ね、すごい若いですよね。若いですかもね若いですかねありがとうございます今若くて3人子育てって大変で、大変でも楽しいですか。なんか一緒に成長してる感じがあって、やっぱり周りの助けがあったからできました。多分一人じゃもう絶対無理です。私もそうなんですよ、まだまだですけど、はい、でもすごいなんか お母さんなんですよね。じゃあなんか今日はあの陽子ママのパワーも全開してくださいはい、わかりました、お願いします。うんうん、そう、今まだなんですけど、なんか今日のラジオの意気込み聞かせてください。意気込み、意気込みですか、うん、何だろう、何ですかね、あ、とにかく楽しもうって思って、うん、来ましたいいね、とにかく楽しもうで、はい、もうで、はい、行きましょう、お願いします。さて、お送りしておりますしののやりたいことを楽しくやっている笑顔の素敵な人たちの時間です。パーソナリティは私しのです。この後午後3時まで生放送でお送りしていきます。本日のゲストは那覇市久志で素肌美容のアドバイザーをされている糸数陽子さんにお越しいただいております。陽子さんについてメッセージや質問などもお待ちしております。メールアドレスは 797@fmkinowan.com、 FM キノワンのホームページからユーストリームやツイキャスで映像と音声をお楽しみいただけます。ツイキャスはツイッターとも連動していますので、たくさんのツイートお待ちしております。またスマートフォンで聞く場合はアプリリスラジをダウンロードしてお楽しみください。皆さんお気軽にメッセージをお寄せくださいね。どうぞよろしくお願いいたします。では改めまして、本日第25回目のゲストは那覇市久志で、素肌美容のアドバイザーをされている糸数陽子さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。あの素肌美容アドバイザーっていうことだけあって、本当に素肌が綺麗なんですけれども、今日なんかね、あの聞いたら、先ほど聞いたら日焼け止めクリームだけ塗っているっていう ね大丈夫でしょうか大丈夫でしょうか。すごいね、隣で見るとなんかね、卵の殻のようにツルツルしているお肌だなって。嬉しいです、感動して。 あ、ちょっと触っていいですか。あ、触りたくなるお肌してる、すごいツルツルお肌って触っちゃいましたけどね、なんか久々に触られましたドキドキしますね、触ってあげちゃった
あのね、あの素肌の綺麗の秘訣を今日はな、あのいろいろ聞きながら、ご質問とかしていきたいと思います、はい、今あの陽子さんは素肌美容のアドバイザーとして、どのような活動をされていますか？活動ですか、うん、ですね、どういったことを？やっぱり、うん、あのスキンケアの中で、はい、もう一番洗顔が大切なので、その正しい洗顔っていうのをアドバイスさせていただいてるんですけれども、やっぱり来ていただくお客様の中ではもうほとんどの方が9割以上かな、もう間違ったやり方をやってたりとか、へー、自己流だったりとかするので、やっぱり自分の手で痛めてしまってるっていうのが大きいんですよ。綺麗、ね、になると思ってやってたことが真逆だったりとか、はい、あの間違った洗顔って例えばどんな感じですか？です、ね、手のひらでゴシゴシしちゃうとか。そうです、そうです、そういうことですか？なんかあの、うん、優しくって言ってても、もう本当に私たちの美容法はもう乗せるだけなんですよ。本当にクレンジングからこのゴシゴシしないっていうことですか？だから私も初めてやった時はもうすっごくびっくりして、これでメイク落ちるのとか、うんうん、絶対落ちないでしょうっていう感じだったんですけど、もうこれでしっかり落ちるんですよ。いや、あのね、陽子さんが言うと納得しますね。本当に隣で見てたら、ね、素顔が本当に、あ、素顔じゃなくて素肌が綺麗なので。ありがとうございます。今美容素肌美容アドバイザーとされてどれぐらいになりますか？もう何年ぐらい？ですね、7年目ぐらいになりますね。7年、はい、すごい。あっという間ですね。あっという間。最初は私も今、ね、肌荒れとかしてるんですけど、陽子さんも肌荒れしてた時期があったんですか？ありました。私はもともとお肌が弱かったので、うん、もうアトピーを持ってる感じで、もう季節の変わり目はもう目元がもう痒くてゴシゴシしてたりとか、やっぱり手足も痒かったりとかしてたので、はい、でもうゴシゴシしないようになったらもう出なくなりましたね、今は。へー、そうなんですよ。私もびっくりです、うん、本当に、うん、じゃあゴシゴシしてたあの原因もあって、あのアトピーがちょっと荒れてしまう、そうなんですよね、逆に荒れてしまってたっていう。逆に悪くしてたと思います。へー、もう痒くて痒くて、うんうんうん、で今のその、スワダの美容業界に、はい、まあ、知り合ったきっかけが、知り合ったきっかけですか、うんうん、実は、うん、大丈夫ですか、うん、皆さんなんかお客様から入ってこられる方が多いんですけれども、うん、お肌の悩みでとか、私はもう求人誌を見てたまたまこのやってみたいっていうのでやったところだったんですよ。あ、求人誌でやっぱり美容系、そうですね、美容系やりたいなっていうのがきっかけで、自分も綺麗になれてお客様も綺麗にできたらもう最高じゃないっていうのが最初だったんですけれども、やっぱり最初は半信半疑でしたね。って。でそこからあの半信半疑でやっていたけれども、うん、徐々に自分の中で変化が起きてきた。そうですね、うん、やっぱりあのもうすっごく仲のいいお友達、近いお友達が肌の変化を気づいてくれて、もうその時もまだ荒れてたんですけどね、うんうんうん、荒れてても自分に合わないんじゃないかってっていう思いだったんですけども、やっぱりジグロって言われてたので昔から、うん、へー、もうそうなんですよ。もうお腹も黒 い, 白いですけど、お腹も黒いもうそうなんですよ。だから、うん、って言われてたのがちょっと白くなったとかもう言われるようになって、で、うん、そのお友達もやっぱりあの体験はしたんですけれども、やるとしたら1年後かなとかお手入れをって言われてたんですけども、うん、もう次来ていただいた時にはもうようって言われてるんですけど、ようの肌が変わってるからって言っていうのがきっかけで今も続いてます。へえ、じゃあお友達もそうですね、綺麗に、もうすごい綺麗です。もう私の素肌美容のモデルさんです。ちょっと待って、私今肌荒れ
ね、してるんですけど、はい、この状態からも陽子さんのような素肌になれるんですか？全然なれます。うそー、もう全然早いですよ。ちょっとやってみようかな。もうぜひ。あの食生活とかも指導とかされるんですか？あ、もう多少はやるんですけど、カウンセリングしながら、うん、でも基本はもうこの日頃のお家でのケアの仕方を確認するっていう感じなんですけど。ケアだけを改善するだけでも全然変わるってこと？やっぱり変わりますね。うわ、もちろんやっぱり、ね、寝不足とかそういうのしてたら改善は遅いこともあるんですけども、うん、はい。じゃあ陽子さん大体何時ぐらいに眠られてる？私ですか、うん、バラバラなんですけども、こんなに綺麗なのに、早く寝るようには心がけてるんですけども、うん、娘のお弁当も始まったのでそっかそっか、ママさんでもあるからね。そうなんです、はい、なので何時だろう、うん、でも12時前には一応寝るようにはしてます。気をつけて。で朝はまた何時頃？朝が苦手で苦手で、うん、でも6時までには起きないとやっぱり間に合わないので。あ、そっかそっか、お弁当作りとかもあるので、はい、うん、はい、早起き、まだ3日目ですか、うんうんうん、そうですね。すごい、ママさんもされてて、このなんかね、素肌美人を維持されてるってなんかすごいですね。忙しいのにもかかわらず。おかげさまで。はい。で、あのこのね、今されている、素肌美容ケアなんですけれども、これからどんな人たちにこの活動を進めていきたいですか？そうですね、うん、もちろんあのトラブルのある方はもちろんなんですけれども、はい、あのもともとトラブルのない方もやっぱりトラブルになる前になんていうんですかね、体感してもらって、うんうんうん、どうしたら肌が痛むんだろうとかっていう、なんか知るだけでも得になると思うので、今後の老化なん予防にもなるんですよね。だからやっぱりそうですね、若い子たちにも、そして今からでもなんていうんですかね、やっぱ女性はいつまでたっても綺麗でいたいじゃないですか。だからもう全ての方ですね、どんな方って。そうですね、全ての方に、はい、男性でも男性でも、はい、男性でもってひろきさん行きますって言ってます言わせちゃった、はい、なんかひろきさんからありますか？その先ほどからお子さんの話とか出てるんですけど、うんうんうん、はい、やっぱりその今話聞くとこの睡眠の時間もそうなんですけど忙しいと思うんですよね。そんな中で、はい、このケアにまで時間をどれぐらいかけてらっしゃるのかなっていうのが。あ、いい質問言われますね。それそうですね、スペシャルケアっていうかやったとしても、どれぐらい、この15分20分ぐらいですかね。はい、嘘、20分ぐらいでこんなになるんだね。もう普段皆さん洗顔はされてるじゃないですか。だからその手の使い方だったりとか、うん、そういうのをちょっと気をつけるだけでもやっぱり早いので、はい、なるほど。だからいかに普段傷つけてるかですよね、うん、ちょっと後でいろいろね、うん、聞いてみたいと、ね、たい思います。はい、あのこれからあの始めようとしている活動の告知とかってありますか？なんか活動ですか、うんうん、まあ、あの随時、はい、この体験募集はしてはいるんですけれども、はい、はい、サロンの方で、うん、もう試供品っていうのがないんですよ。うちは化粧品ではあるんですけれども、はい、なのでこの体験することによって体感してもらって、うん、ご自分の肌で実感してもらうっていうのが一番なので、うん、体験、一度体験するだけで、あの参加費用っていうか体験料はどれくらいですか？そうですね、通常2000円は。あ、2000円で、はい、そうです。何分ぐらい体験ができますか？ですね、時間はだいたい1時間半から2時間は最初は取っていただいて。そんなにいいんですか？あ、でもちょっとあの寝てやる感じではなく、うん、皆さんちょっとね寝てリラックスしてやるイメージなんですけど、うん、うちはちょっとビシバシやってもらいますへー、そうなんですよ。厳しく厳しくではないんですけども、うん、はい、
ちょっとね、2000円で体験2時間いいんじゃないですか。はい、ねえ、いいと思って。その体験の中には、うん、毛穴の奥の掃除だったりとか、うん、やっぱりそうです、そういうことも あります。なので、うん、1回でちょっと透明感が出たりとか、お肌がもちもちするのが分かるとか。へえ、わお、ちょっとやってみたいなねえ、すっごくいいですよ。じゃあちょっと私体験していきたいと思います来週綺麗にな、綺麗なお肌でピカピカに、はい、ね、登場してるかもしれませんね。ありがとうございます。で、後半もまた引き続きいろいろね、お話をお伺いしていきたいと思います。ではここで、曲をお届けしたいと思います。中島みゆきで糸です。すごい、20分で暑い、あ、暑いあ、大丈夫です。クーラーは入ってないんですけど、はい、わかるわかる。ちょっとあの緊張といいね。そうですね、そうそうそう、タイミングでね。でもすごい、あ、でも皆さんそうなので全然ですよ私もまだ経過途中っていうか。へー、これでも、あ、そうです、そうです。もう上にはもう60代とかのアドバイザーさんとかもいっぱいいらっしゃるので。で、こう、素肌美人。もう素肌です、素肌、年齢関係なく。あ、ちょっと聞きたいんですけど、あの紫外線浴びてもう大丈夫なんですか。あ、全然大丈夫です。浴びないようにっていうのもは、でもあのやっぱり老化の 80% が紫外線なので、うん、UV ケアだけは、うん、そこだけはしっかり、はい、そうなんですね。で、あとの 20% はやっぱり、うん、生活習慣だったりとか、こういうケアだったりするので、沖縄は特になんかねすごい笑顔も綺麗だし、なんか女優さんみたいよね。うん、嬉しいです。なんか誰かに似てるって言われません？誰ですかね。なんかよくコロコロ変わるんですよ。なんか顔が変わってるのかなって思ったりあのね、あの小倉優子さん似てない？小倉優子、あ、なんか似てない、ゆうこりん似てない、雰囲気。でも、雰囲気、雰囲気が昔、うん、は言われてました。へー、前髪がある時とか、うん、そう、今日はあのゆうこりんにのあれ、とかすよこさん来てますいろいろ、じゃあまたね、あの聞いていきましょう。中島みゆきさんの糸を選んだ理由。あ、選んだ理由ですか、うん、もうやっぱり歌詞とかがすごく良くて、うん、結婚式とかでもよく歌われるじゃないですか。もうそれで、ああもういい曲と思って、うん、糸と糸ですよね、うん、それが、うん、なんていうんですか、重なって、うんうんうん、なんですかね、なんでしたっけ、なんでしたっけ、縦の親はあなたでしたっけ、うん、あなた、それをなんか糸は私、うん、で、そういう出会いでなんかその2人の出会いで周りの人も幸せにするみたいな感じだったんですよ。なんかこの布になって温めてあげるみたいな、だったかな、うん、なんかね、なんかそんな感じ、いい曲をしてますよね。で、そう、人と人との出会いってやっぱり好きだなと思ってて、うん、なんかこういうこと、ね、男性女性だけじゃなくてもやっぱり女性同士でもそういう出会いがあるのかなっていうので、すごい、はい、なんかいい曲をね、あの選曲する方には悪い人がいないってよしよしってだから心が綺麗なんだなって思いました。ありがとうございます。いやいやいや、いいですね。なんかメンタル面でも普段の気をつけてることとかってありますか？メンタルですか、うん、え、何ですかね、メンタルで。なんか楽しもうってさっき言ってたじゃないですか。でもそれしかないですね。あ、楽しもうで、楽しい、もうそうですね。だからもう楽しいこと大好きなので。旦那さんともうまくいってますか？あ、それが今じゃあ私糸糸なんですけども、うんうんうん、私実はシングルなんですよ。うそ、募集中、募集中、募集してもいいんだ。あ、ごめんなさい。そうなんだ。でもすごいね。じゃあお子さんは引き、なんか、あ、は3人、そうですね、ところ、はい、すごい。あ、じゃあそう、いろいろあ
あ、今一応パートナーは今はもう全然、はい、楽しんでます。あ、よかった よかった幸せなんですね。はい、あ、よかったよかった、だから幸せな笑顔だったそう、ラジオでこういうことも聞くので、はい、全然大丈夫、差し支えなければ、あ、これとかって NG とかって言っても大丈夫、はい、わかりました、何でも OK、 あ、何でも OK です。へえー、あ、じゃあ今はパートナーさん、そうですね、はい、理解してくれる、理解してると思います。してくれなきゃねしてくれなきゃ嫌ですよね。そうですね、うんうん、すごいなぁ。いやでもすごい、何が原因でって聞いていいんですか。あ、全然何が原因か知らない、いいのかな、やっぱりお互いのね、いろいろ生活が違ってたりとかっていうか、そういうことですよね。いやいやいや、じゃあそろそろ生活が違う、あ、でも大きいなそれね。さて、お送りしておりますシノのやりたいことを楽しくやっている笑顔の素敵な人たちの時間です。パーソナリティは私シノです。この後午後3時まで生放送でお送りしていきます。え、今日のゲストは那覇市具志で、素肌美容のアドバイザーをされている糸数陽子さんにお越しいただいております。後半も引き続きよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、陽子さんのこの綺麗の維持石、そうですね、これだけ綺麗でいることの秘訣って何ですか。で、何ですかね、うん、頑張って、うん、飲んで帰ってきた時も洗顔を、飲むんだ、へー飲んでもお肌綺麗、大好きですね、崩れないところすごいなそうです、とかあとはもうしっかり、うん、お風呂、湯船に浸かるっていうのをやってます。湯船に浸かるって毎日ですか。あ、はい、そうです。あ、血行を良くするっていうことを、はい、うん、そうなんですよね、やっぱりちゃんとやってるって、沖縄ってそんな入る習慣ってないじゃないですか、うんうんうん、ですがやっぱり入った方が免疫力もアップするしっていうのがあって、うんうんうん、お風呂は大好きですね。なるほどね、はい、なんかね共通してますよね、温泉が好きとかお風呂が好きな人大体肌綺麗ですよね。あ、その秘訣か。あとなんか食べ物とかのこだわりとかもありますか。食べ物ですか、うん、こだわったことはないんですけれども、好きなのがアボカド、サーモン、チーズですなんか全部美容にいいものそうなんですか、ね、そうですよね、言われてますよね、うん、チーズも体を温めるもので、はい、アボカドもね、いい油、あ、やっぱり飲むのが好きだからですかね飲むのが好きな素肌美人ってすごいですねもうそうなんですよ、やっぱりお友達とか人と会うのが大好きなので、あ、はい、なるほどね、コミュニケーションをしながら、まあ、ストレス発散もして、そうですね、だいたい一人では飲まないんですけれども、うんうんうん、はい、え、飲むって週にどれだけ飲む。そんなにはないんですけどいや想像してすごいの飲むのかなと思って、昔はねよくあったんですけど、最近はね、うん、ちゃんとちょこちょこ1ヶ月にとか、そうですね、何回かとか、1ヶ月に、あ、なるほどね、はい、あとなんかお肌をきれいに維持する上でこれだけは絶対やらない方がいいとかっていうなんか決まりがあるんですか。これだけは横さんのところのアドバイスとしては、もう一番はもう本当に、うん、手をずらさないっていうのをやってるんですよ。へえ。あとはバシャバシャしないとか。バシャバシャもダメなんですか。そうなんですよ、シャワーでかけないとかで、熱いお湯はやっぱり乾燥させちゃうので、うん、それもやらないでくださいとか。そうです、今私止まりましたけど全部私です私もそうでしただから乾燥してんのかな、肌。そうだと思います。でも一番はやっぱり摩擦なので、うん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 、それをやめるだけでも、はい、大きいです。なるほど、摩擦だったんですね。そうなんですよ、やっぱり変えたりしてもね、うん、なんていうんですか、色素沈着したりとかしますよね。肘もついたら黒くなったりとか、そういうのがお顔の上でも起こってるっていう感じなんですよ
あ、ちょっといじめちゃってましたね、はい、ごめんなさい優しくで、ね、後で、はい、これから優しくしようと思いますはい、はい、それから陽子さんの、なんか趣味とか趣味ありますか。趣味は、うん、ですね、一応はバレーボールをやってたりとかはするんですけれども。あ、今でもですか。今でもですね、ちょっとお休みしてることもあるんですけれども、うんうん、はい、中学校からやってて、はい、スポーツもされてる。すごい下手くそではあるんですけど好きなんですよね。あ、じゃあこれもやっぱり汗をかくことにも美容につながるから意識してされてるところはありますか。そうですね、やっぱり体型もね維持したいっていうのもあるんですけど、最近やばいんですよねどこがやばいんですかいろんなところがいろんなところがこんなに綺麗なのに、そうこんなに動いてるのにと思いながらも、うん、ちょっとヨガも週に1回やったりとかやってるんですけども、結構アクティブね、その分食べてるんでしょうかね、どうなんでしょういやなんかね、あ、今日私ここに来る前にふと女性ってひょっとしたら月のサイクルで動いた方が一番いいのかなって思って、昨日がちょうど満月だったじゃないか、だったじゃないですか。で満月の前の周期はダイエットに向かないみたいで、で、うん、ダイエットに向くのは満月過ぎてから、過ぎてからですか。でから新月までの間が全部エネルギーを出すっていう、あ、なんかデトックスとか、デトックス習慣らしくて、じゃあ 今からそう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 、なんかそういう時期もあるらしいので、だからかって思ったんですよ。私すごいその満月の前は体がとてもむくみ出して、あの便秘気味になったりとか、わかるかもしれないです、してたんですよね。でなんか運動やってもなんか溜まってる感じがあったんですよ、うん、で今日なんかふと思い立ってネットで調べてみたら、重なってその私のちょうど体の様子と書かれてることが、でそれで今日からじゃあちょっと意識してみようと思って、で特にあの満月からだと、満月の日は体が吸収しやすいので、添加物を取るのは良くない、体にいいものを意識して取るといいと、はい、吸収するのでその時も肌も乾燥しがちになるらしいです。あ、そうです。その時になんかね、水分もこまめに多く取った方がいいって書かれてありました。でも考えてみたらそうですね、うん、2日前とかなんか重かったような気がするって、うん、私もなんかあります、むくんでる感じとかも。そうですね、なんか感情も急に何でもないのに、うんうん、こう湧き出して泣きたくなったりとか、うん、ありませんか。泣き出したくなるとか、なんか何でもないのにイライラしちゃったりとか、あるかもしれないです。なんか原因がよくわからないのに、うん、でね、ああいう時は満月のせいらしいです。せいにしましょう。そうそうそう。そういう時どうされてるんですか、うん、もう満月のせいだって感じですか。で、うん、と思って人に八つ当たりしないようになるべく人と関わる時間を少なくするようにしてます。あ、でも大切かもしれないですね、うん、そうしないとなんか勝手に体がもうイライラ始めちゃうのでね、そのイライラを伝えるの良くないから、うん、抑えるようにしてます自分の内側と向き合う、今あイライラしてるのか、そっか、いいよいいよ、うん、うん、いいよいいよ、じゃあ静かになんか楽しめるもので行こうって思って、あ、そう、静かに楽しめるって、静かな時にどうやって楽しみますか。静かな時ですか、うん、楽しむ、静かな時なんか自分をこう自分一人で過ごす時って何をされてますか、うん、やっぱりすごい可愛いカフェとかで、うん、コーヒーを飲みながら本を読むとか、読書をするとか。ちなみにどこの可愛いカフェですか。可愛いカフェどこだろう、いろんなところあるんですけど、どこだろう、私その辺忘れっぽいんですよ、どうしようなんかね本って言ったから思い出したんですけど
なんかね、後で紹介私もするんですけどね、今日シンクロで同じ本を持ってきたんですよね。じゃあ陽子さんのおすすめしたい本をぜひ紹介してください。うん、じゃーんです。はい、私と同じ本を持ってきてらっしゃってるんですが、かわいいままで年収1000万円、はい、宮本よしみさんの本ですね。ワークライフスタイリスト宮本よしみさんのかわいいままで年収1000万円です。この本を手にした時は何がきっかけだったんですか？まずは、うん、この本のピンク、かわいらしさ。ピンク確かにかわいい。パッてやった時に、うん、しかも本の表紙もかわいいのに、うん、タイトルまでなんかかわいいままで年収1000万円ってどういう意味って。あ、どういう意味から入ったんですね。うん、はい、どんなことが書かれてるんだろうっていうのとか、うん、でもやっぱりかわいいままでっていうのがちょっと目に留まりましたね。はい、でなんかこう読む前と読んだ後ってどう変わりましたか？うん、そうですね、でもやっぱりちょっとしたことでもなんか思い立ったらポンって少しでも動いた方がいいんだとか。そうですよね。そうなんですよ、はい、そうそうそう、はい、今はいいかなとか、なんかサクサクとできるように、できるように紹介している本ですよね。そうですよね。うん、これからなんかね、何かやりたいことがあるけれども今一つちょっと躊躇しているような人にはこの本はものすごくおすすめの本ですね。うん、そうですよね、やりたいことをやってっていう感じですよね。うんうん、好きなことをしてとか、してやっぱり嫌な思いで窮屈になりながら、ね、稼いでいくっていうわけじゃなく楽しくっていうのが、はい、はい、私も同感です。はい、他になんかおすすめしたいこととかってありますか？おすすめですか？うん、なんか本以外でも映画でも、何でしょうか、カフェでも、カフェでも 何がありますかね。おすすめしたいことですか？あ、考えてなかったな。よく行くあのカフェはどちらですか？よく行くカフェはもう近くだったりとかもするんですけれども、うん、やっぱりお友達とかに紹介されて行くことが多いんですよ、一緒に行って。だから名前とか覚えてなくて、すいません。あ、そっかそっかそっか、そうなんですよ、方向もあんまりわからないので、うん、あの辺だったなとか、そうなんですよ。そして行って、あ、かわいいって思ったりとか、はい、でも自宅でももちろん読むのは大好きなんですけどね。あ、じゃあ1日に何度もいろんな本を読まれてますか？毎日？毎日はでもやっぱり忙しい時は読めなかったりもするんですけども、なんかちょっと読みたいなってなった時はやっぱり、はい、読んでますね。最近読んだ本は何ですか？最近読んだ本ですか、うん、は、ですね、タイトル、あ、置いてきちゃいましたね。どう、あれです、結構長かったのでタイトルが、ですね、あ、じゃあ作者の、作家さんの名前は、外国の方なんですけれども、名前が持ってくればいいですね。あ、じゃあ後で後 で CM 中に、うん、あ、もう始まります、大丈夫ですか。でもやっぱりその本もちょっとした自己啓発的な感じで、やっぱり人生は一度きりで、なんていうんですかね、リハーサルではないみたいな感じのとかを書かれてたりするんですよ。うんうん、だからやっぱり自分で作り出していくっていう本だったりするんですけれども、はい、いつでも本番ってことですよね。リハーサルではないっていうことであれば、だからやりたかったことをなんでやらないんだろうっていうのとかが書かれてたりとか、ちょっとしたことなんですけどね、どこどこに行こうとかっていうのも後回しにしないで、そうなんです、いつね何が起こるかわからないので、やりたいことをとりあえずやっとこうっていう話。あ、じゃあ後で CM 中に取りに行ってもらって、後でまたね紹介したいと思います。はい、ではここでまた一曲お届けしたいと思います。彩香と小袋でワイディングロードです。いいですよ全然。何も出てこない。いや、この本すごく
ょっと私が気になる。あ、本当ですか。ぜひぜひ、じゃあ、今ですか、はい、でもすごいなんかボロボロになってると思います、はい、ボロボロになるので読んじゃった。読んでないと思うんですよね。読んでないの。ごめんなさい。いえ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 、はい、じゃあ今陽子さん席を外してますが、私とひろきさんのトークでお楽しみください。結構すごいね、陽子さんアクティブですね。うん、やっぱり違うな。あ、すごい。はい、あ、ちょっといいですか。なんかちょっとボロボロになってるんですけど。あ、なんか見たことあるかな。誰でもできるけれど、ごくわずかな人しか実行していない成功の法則。はい。はい。ね、これから、あ、ちょっとね、中身見てみましょうか。あ、あ、今、なんか。そうなんですよ。ここが、やっぱり、いや、私たちは、なんで人生が永遠に続くかのように、なんていうんですか、錯覚してるんだろう。だろう。確かに、明日でもいいかなとかってあるじゃないですか。すごい。これ読みたい。ひろきさんも興味湧いたでしょ。うん、そうなんです、ね。すごいね、あの、第10章まであるんですけど、第1章始める、第2章物の見方を変える、第3章自分を信じる、第4章人生を自分で作る、第5章ゴールを達成する、第6章人生を楽しむ、第7章それを克服する、第8章困難を乗り越える、第9章行動する、第10章成功の道具を使う。すごいね、興味ある。どうぞ借りてください。借りていいんですか。全然いいです。いや、私買いに行きます。あ、本当ですか。いや、あの、何度でも読みたい本は絶対買うんです。一緒です、私もそうです、うん、手にね、あの、手元に置いておきたいので。そうなんですよ、ついつい本は買ってしまいますね。これちょっと、はい、いやー、ちょっと私がワクワクしちゃってる。本当ですよね。隣で見てて、やってるやってるっていうこともね、多かったりもするんですけれども、すごいなー、うん、そうなんだ。これはなんで今日、あの、読んだんですか。あ、たまたまですか。なんかあって、これもやっぱり私、うん、本屋さんとかに行くとパーって見て、うんうん、あの、なんていうんですかね、タイトルで見ちゃう。そうなんですよ、うん、インスピレーションっていうか、うん、で、あ、欲しいと思ってやっぱり購入して、うん、でやるんですけど、あ、なんで今日持ってきたかですか、うん、なんで今日読んでなんででしょうかね、これ。読んでるんですか。そうですね、これ読んだ時にちょっとなんか、うん、はって思ったことがあって、もうさっきって思ったこと、ね、もうさっきも言ったんですけど、やっぱりそうだよねって、永遠に続くって勝手に思ってたので、私120歳まで生きたいと思ってたんですよ。そっかー。そう、だからなんか、まあ、のんびり楽しくもいいんですけどね、はい。なるほどねー。そうなんですよ、だからそっかーって、もうリハーサルじゃないんだね、もう始まってるんだと思って、やっぱり大切に生きないといけないなっていうのが、うん、なんか流されてたのかなとか、うん、日々に。なるほどね、やりたいことはあったのに流されてたっていう感じ。そうですね、なるほどね。いや、これ私今日すごい来ましたね。帰り、あの、書店に行って手に取ってみようと思います。はい、あ、ジム・ドノバンさんですね。ジム・ドノバンさんの誰でもできるけれど、ごくわずかな人しか実行していない成功の法則、先に、あの、映像の皆さんに、ね、紹介しておきたいと思います、うん、はい、ひろきさんもね、ごくわずかな人しか実行していない。本当にごくわずかな人かもね、うん、あの、人生がいつまでも長く続くね、永遠だって思ってる人もいるかもしれないしね。じゃあそろそろ、あ、はい、そうですね。
さて最後のコーナーです。やりたいことをするための第一歩、今週の名言。このコーナーでは私の好きな本などを紹介して、その中のメッセージや私なりの言葉をお伝えします。今日、ご紹介しますのは、先ほどね、陽子さんと同じ本を今日は持ち合わせていたんですけれども、ワークライフスタイリストの宮本芳美さん著の、可愛いままで年収1000万円という本の中から、素敵なメッセージを紹介したいと思います。ちょっと待ってくださいね。はい、私にもできそうができるのサイン。ブログやメルマガの読者の方からいつも読んでいますというメッセージをよくいただくのですが、その中でよしみさんのブログやメルマガを読んでいると、私にもできそうって思えてくるんですということを書いてくださる方が大変多いです。とても嬉しいです。いつもありがとうございます。実はその私にもできそうができるのサインなのです。例えばあなたは浅田真央ちゃんのトリプルアクセルを見て、私にもできそうと思いますか？フィギュアスケートをやっている方ならできそうと思うかもしれませんが、きっと思わない方が大半だと思います。そう、自分が絶対にできないことはできそうとすら思わないのです。自分ができることというのは潜在意識のレベルでしっかりと分かっています。だからできそうと感じることは実現可能なことなのです。どうやって実現するか方法は分からないけれど、なんだかできそうな気がする、こう思えるなら大丈夫。今目の前にあることを楽しくこなしていき、安心して待つと実現方法が自然と分かる時が来ます。私もそうでした。パーソナルスタイリストとしての仕事が軌道に乗り、サロンには全国からたくさんの素敵なお客様が来てくださるようになって、収入も安定してきた頃、ある朝目覚めた瞬間にベッドの中で突然こう思ったのです。あー、今日も楽しい予定しかない、明日も明後日もずっと、自分でスケジュールを組んでいるのだから当たり前といえば当たり前なのですが、仕事もプライベートの予定もこれ憂鬱だなと思うことが何一つないことにものすごく感動したのです。その時に思いました。こんな楽しい生活絶対に独り占めなんてしていたらもったいない、もっともっとたくさんの人に広めなきゃと、その時ワークライフスタイリストの仕事が生まれましたということです。すごいですよね。実はね、私のこの番組も本当になんかラジオだったらできそうかなって思ったのがきっかけで、まあ私あのラジオ素人で初めてだったんですけれども、あのそれをやりたいっていうことを公言したら、その公言した目の前の人がちょうどあのラジオの方と面識があってつながって、このラジオそうなんですね、番組を持つことができるようになったので、じゃあ篠さんももうまさに言っちゃってるんですね、これを行動したので、はい、はい、実現しました。なのですごく説得力のある本だと思いますので、ぜひ皆さんもね、ぜひ今日からできそうと思ったことを少しでも、ね、半歩でもいいですので、小さいことから始めてみてはいかがでしょうか。はい、はい、素敵素敵ですよね。いや、篠さんも素敵ですね。ちょっとね、よしみさんのことについて、ご紹介したいと思います。宮本よしみさんは1981年生まれの愛知県出身。高校卒業後、アパレル販売員、一般企業で人事、受付を経験し、25歳で司会者の道へ。その後、28歳で企業を決心する。パーソナルスタイリストとして名古屋駅近くに女性のためのスタイリングサロン、ビューティリアをオープン。ブログのみのブランディング集客で全国から来客のある人気サロンに育て上げます。
その経験から多くの人に好きなこと企業の楽しさを伝えたいとコンサルティング活動を開始。現在はサロンをチーム化し、自身はワークライフスタイリストとして可愛いままで起業できるをコンセプトに活動しています。女性らしく自分らしく幸せと豊かさを手に入れられる生き方を自身のマインドやライフスタイルを通して発信しています。名古屋を拠点に東京、大阪でも企業やお金のセミナーや講座を開催し人気を博しています。気になる方は本やブログなど、それからセミナーなどをチェックしてぜひ参加されてみてくださいね。はい、ということで、陽子さんの何か座右の銘とかってありますか？私ですか？ですね、私が思うのはよく言うのがみんな違ってみんないいっていうのが好きな言葉で、やっぱり一人ずつ個性も違うし、お肌もやっぱりそうなんですよね。一人ずつ違ってたりするんですけども、やっぱそれでも自分の中の一番いいっていうの、いいお肌に持っていったりだとか、それでやっぱ性格だったり一人一人違うんですけれども、もうそのままでいいっていうのがって捉えてるんですけど、合ってますかね？そのままでいいと思います、はい、みんな違ってみんないいっていうのが、はい、でもそのままでいいって言ってもダラーっとしてずっとダラーをするのはちょっと良くないですよね。そうですよね。たまにはダラーもいいけど、まあ、そろそろ動きたいなと思ったら動くとかね、うん、そういうことを、そうですね、もう人と比べるんじゃなくて、いいね、やっぱり自分自身、そうですね、を大切に、はい、素敵な言葉ですね、ありがとうございます。そして先ほど紹介したいと言っていた陽子さんの今読んでいる本ですね、誰でもできるけれどごくわずかな人しか実行していない成功の法則、ジム・ドノバンさんですよね、はい、が、書かれている本です。その中に、人生はずっとね永遠に続くものだと思っている人がなんと多いことかみたいなね、はい、ことが書かれてあって、人生はリハーサルではない、常に本番だっていうお話を先ほどね聞きましたけれども、このような、内容が書かれている本が、誰でもできるけれどごくわずかな人しか実行していない成功の法則です。はい、今日ねこの本に興味が湧いた方即行動してみてください。はい、即行動で。ありがとうございます。本当に即行動したら現実が変わりますので、そうですね、これは私も自信持って言います。うん、はい、はい、ではまあ最後になりますが、陽子さんから今後のなんか活動とか告知とか、ね、サロンに来てほしい旨をぜひ、うん、もう一度ここでお伝えください、はい、ね、まずはご自分のお肌で実感していただきたいっていうのが一番ではあるんですけれども、うん、やっぱ感じてもらってっていうのがありますね。で、そうですね、活動ですか。そうですね、一応は私自身ちょっと感じをするとか人を集めたりっていうのが苦手っていうか苦手意識があったんですけども、うん、今回からは愛用なさってるお客様同士をもっとつなげていきたいなっていうのがあって、ちょっと頑張ってこの女子会とかランチ会とか、うん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 、ハッピー女子会とかってやってるんですけども、はい、そういうのをちょこちょこやっていきたいなと思って、うん、お客様同士をつなげていくっていうのも、せっかく綺麗になってるので、うんうんうん、もうお互い共通は素肌美容っていうのがあるので仲良くなってもらいたいっていうのがあるので、はい、はい、じゃあ陽子さんを訪ねていきたい方は何かブログを見ていけばいいんですかね。ブログはやってはいないんですけれども、フェイスブックとか、フェイスブックはやってます。じゃあフェイスブックではどのように検索したら、はい、どのように糸数陽子、糸数陽子さん出ると思う。で、出るかな。糸に数字の数に太陽のように子供の子で糸数陽子さんと検索して、お顔が出てますかね、フェイスブックの方に。そうですね、はい、で綺麗な素肌美人の陽子さんの写真を見つけましたら、そこにねお問い合わせいただければと思います。はい、はい、最後になったのでそのまま
お話、あ、曲も大丈夫ですか、かけられますか。はい、じゃあ、あの最後ですね、ちょっとお肌がキラキラになるような曲を紹介したいと思います、星野源さんで恋です。本日のゲスト、糸数陽子さんでしたが、いかがでしたでしょうか。はい、初めてのラジオだったんですけども、やっぱり志乃さんの明るさとでもうちょっと緊張もだいぶほぐれて楽しかったです。ありがとうございます。すごい楽しかったです。ありがとうございます。ありがとうございます。そしてね、あの私もぜひ体験させてください。よろしくお願いします。はい、では皆さん本日もどうもありがとうございました。ツイキャスのメッセージをくれた方も皆さんありがとうございます。翔さん、ピンチさん、ありがとうございます。では皆さん、また来週もこの時間帯にお会いしましょう。お相手は志乃と糸数陽子さんでした。ありがとうございます。さようなら。いや、すごいな。ありがとうございます。いや本当ですね。ほら、時間足りないでしょ。話したいことがね、分かんなくなりますね。だからね、こうやっぱり話したいことをやっとかないといけないですね。メモしてた方がいいですね。そうなんですね。では皆さん、本日もありがとうございました。また来週ね、お会いしましょう。ありがとうございます。ありがとうございます。失礼します。ありがとうございます。もう